ほら見て、これ忍者の武器。はい、これ読める人。忍者は忍者誰にも見つかず行動し、うん、争いを避け、最後まで戦わないことが最善と。しかし戦わないことが読めない。もう小学生だから読まないダメよ。読めこういう顔なの。はい、そしてこれなんて書いてる。これはい、なんてやつ。行動した。違う違う、その上、そして、身体あ、武者、実践。あ、これは研究。はい。研究。あ、これは。これ難しいよ。研究。これ。手。これだよ。これ書いてるじゃん。みたいな。なんて書いてるこれ。同じ漢字が。ああ。手裏剣。あ、それは手裏剣だ。手裏剣だよこれ。手裏剣。見て、手裏剣。漢字。ほら、いろんな手裏剣の武器がある。平型手裏剣、あ、鎖鎌っていうの。鎖鎌っていうの、これすごいよ。首切れちゃうから。これそう、あと棒型手裏剣。12時か、あとね、3分ぐらい。ほら服装もあるじゃん。ほら、頭巾とか上着と帯とか。ほら、こんなに戦国時代。戦国時代だよ、つぶちゃん。あ、これ。これ強い。ほら、風魔小太郎。なんて書いてる？なんて書いてるこれ。フーマ、こっち、フーマこれだよ。これフーマ小太郎、これ有名な人だよ。有名な人が川崎そう、フーマ小太郎、こんなにガタイが。耳とあると思うんですよ。耳とあるっしょ。こんなに大きいんだよ、これぐらい。フーマ小太郎って。はいよ、三辺城の杖だよ。忍者だよ、これ。小田原の忍者だから、風魔。これどうやって開けるんだね。こんくらいやってる。まだ開けないダメよ。まだ。そう、肩ってそんなに長いの。でも60センチぐらい。うちは60センチぐらい。